はじめまして、上西隆二です。今日は皆さんと一緒に楽しく水彩画を学んでいきましょう。絵の具は、透明水彩の絵の具を使っています。はい。一番明るい部分は、同じように少し隙間を作るように残しておきます。ちょっと水を切った筆で、尖ったような部分はわずかに、ぼかしてやってください。思い切って出ます。はい、腕の先を使って周りが乾く前に、はい、こんな感じですね。このグリーンだけではなくて、黄色系統の色を少し混ぜた色、それからまあグリーンの濃い色、海は空と違って波は複雑なこう筋がたくさん見えますから、ちょっと隙間ができてもいいので、こんな感じでわずかに腕を動かしたり隙間を作りながら、海の水の部分を塗っていってみましょう。グッとね、穴が開いた部分というか、暗い部分に少しざっくりと色をのせます、はい、こちらの下絵を塗っていきます。はい、できましたね。やり方としては、遠いところは白っぽく、空気の層がありますから、だんだん明るく白っぽくなっていくと思います。はい、大体全体に色が見えましたね。はい、これで終了です。